この間3月3日ひな祭りがありまして、お代理様におひな様っていう歌をみんな歌いますけど、お代理様ってのは誰かっつったら天皇陛下ですよ。なんでかっていうと、冠の後ろの A ってやつがあるんですよ。こう垂れてるやつあるじゃん、あるじゃないですか。あれが垂直になってるのは天皇陛下だけなんです。宇宙との交信みたいなアンテナみたいなものだと思ってください。天皇陛下だけがまっすぐなんです。それ以外は垂れてます。僕たちの水泳も、あ、水泳じゃない、僕たちはもう普通の A なんですよ。でそれに対して頭下げてるっていうのはいいんですけど、共産主義の方の家に行ってもおひな祭りやってるんですよ。ってということで、そういう意味では宗教じゃなく種族だって考えます。で政治思想とかも関係なく種族だって考えます。